使用され、船の中には磯に置く火場の代わりにストーブが備えられております。また海女さんたちが着ております作業着は磯着と呼ばれております。白色は海の中で膨張し、体を大きく見せるため、サメなどから身を守る効果があるとされておりました。しかし昔ながらの白い磯着姿の海女の作業がご覧いただけるのは、今ではここ三木本真珠島だけでございます。では作業を行います。海女さんたちをご紹介いたします。長谷川奈美、水中バレエの経験者、華麗な泳ぎでお客様を魅了します。榎木ひとみ、3人のやんちゃな息子を持つ若手海女さんです。平川恵里子、アマソニアの歌が大好きで、撮った獲物とマイクは離しません。アマさんたちは、メガネを洗って準備いたしますと、すぐ作業を行います。かつて、海底に潜ってアクアライの世話をし、真珠養殖を支え続けたのが、この地方のアマたちでございました。現在は養殖技術が発達し、海女の必要性はなくなりましたが、その頃の伝統的な作業の様子を今に伝えております。では海女についてご説明申し上げます。海女乙女、多摩元暮らし沖津波、賢き海に船出せり見ゆと万葉の昔から歌われておりますように、海女の歴史は古く、この島地方にはおよそ2000年も前から海女が生活していたのでございます。ここ伊勢志摩国立公園内は八つ式海岸を形成し、その特徴であります霊域の多い海岸線と点在する島々を合わせ持っております。皆様が前の島々をご覧になってもお分かりのように、山の裾がすぐ海面に迫り、平地が極めて少ないため、人々は生活を海に求めたのでございます。さらに気候が温暖であるため、海を生活の場とする海女という仕事が盛んになっていったのでございます。現在島地方にはおよそ600名の海女がおり、緑浮かぶ島の海に老若の海女たちが海の生活を楽しんでおります。こうした海女となるには、小学校を卒業する頃から母親や年上の海女たちの指導を受け、自発的に練習を繰り返すのでございます。最初はモノマネで始めた女の子たちも、4メーター、5メーター、6メーターとだんだん深く潜るようになり、20歳頃には10メーターもの深さにまで達するようになります。そして潜る時間も1分前後となるのでございます。息も最も長く、収穫物の多い働き盛りの馬は30歳から40歳くらいですが、中には70歳以上の高齢の馬もおり、アワビ、サザエなど海の幸を求めて働いております。このような馬には2つの種類がございます。勝ち馬と船田馬でございます。勝ち玉と申しますのは、磯近くの比較的浅いところを働き場としている海女のことでございます。獲物を入れる磯桶を海面に浮かべ、自分の力で海に潜り漁を行います。一方船玉と申しますのは、深い海を働き場としている夫婦共働きの海女のことでございます。夫婦は船に乗って沖にこぎ入れ、
妻は深い海底に早く達するため鉄の森を片手に潜ります。そして浮かび上がる時には腰に結われた命綱を引いて合図をし、船の上の夫に引き上げてもらうのでございます。皆様、天の作業中に吹き鳴らしております口笛にお気づきでしょうか。この口笛は磯笛と呼ばれております。海底深く潜り、海面に浮かび上がった瞬間、急に大きな呼吸をいたしますと、肺や心臓を痛めるため、このように呼吸の調節を行うのでございます。この磯笛は日本の音風景100選に選ばれており、その哀悼を帯びた響きから海の嘆き、または磯嘆きとも呼ばれております。波の間に間に見え隠れする海女たちの姿を眺めておりますと、渚笑う波のコーラスに混じって千鳥の楽音のような磯笛が聞こえてまいります。今皆様がご覧になっていらっしゃいますように、海女はいつも明るく海で働き続けております。ではこれで海女の作業を終わります。